はい、ではですね、今いただいた質問は、絵を描くこととですね、自分自身のこう成長していくこと、それがどういうふうにつながっていきますかと、素晴らしいご質問をいただきましたけど、私たちが学んでお伝えしているこのイラスト絵画の技術、イラスト思考の技術というのは、実はね、絵を描きながら言葉を使って自分の考えていることや感じていることを見える化、ね、していくことによってですね、私たちの脳の中で右脳と左脳というのが、それぞれね、得意な分野、役割分担で分かれていると言われています。左脳の方は、言語、言葉を使ったり、数字、数学的思考、ロジカルシンキング、論理的な思考で、理性的な、ね、脳の、まあ、考え方の役割を担っていると。一方ですね、右脳の方は、自由にイメージを広げる、映像で視覚化をするとかですね、あとは美しいとか綺麗とか、ね、かっこいい感性の、部分とか、あとはこう直感ですね、全体を把握した上でこっちだというのをね、選び取る、決断する、そういう、こう創造的な能力というのを、担っているとされています。で、絵を描きながら言葉を使って、描く力、ね、見える化していくということは、実はですね、この右脳と左脳を両方同時に使ってるんですね。両方同時に使います。そうすることによって、右脳が持ってる良さと左脳が持ってる良さ、これをですね、融合させてより高いものとして引き出すことができるようになるんですね。どっちか一方だけだとね、なかなか私たちが持っている能力を全部発揮するということは難しいです。右脳も左脳も両方使ってですね、そうすることによって何が起きるかというと、自分が頭で考えた、ね、知識として知っていることだけじゃなくて、それを組み合わせてですね、しかも自分の中にある素晴らしいオリジナリティや発想力、想像力、それを融合させてですね、自分の中にあるですね、一人一人の中にある素晴らしい創造性、個性、可能性、これを表現して実現していくということができるようになるんですね。この脳の使い方ができるようになる一つのツール、ね、道具として、このイラスト絵画というのが役に立ちます。で、もう一つ、皆さんに誰でも簡単にね、絵を使って自分の考えや思いを見える化できる技術、スキルというのをお伝えします。でもですね、絵を使って何かを人に伝える、で、さらには人に一緒に、ね、動いてもらったり参加してもらったりするとき、伝える力というのを考えた場合には、スキルを学ぶということは、実はこの三角形のピラミッドの中で上の 20% にしか過ぎないんですね。スキルというのは、これ大事ですよ。スキルを学ぶことによってできないことができるようになると、ね、正しいやり方、基本を学ぶというのは超大事です。でも、これは全体の中での 20% にしか過ぎないんですね。それを支える 80% は何かというと、こう大きなハードが書いてあります、ね、これはエモーションといって、自分の内側から、ね、皆さん自身を突き動かす、これを表現したいんだと、これを伝えたいんだと、ね、絵を通して、もっと言うと、人生を通して皆さんが何を表現して何を実現したいのか、そういうエモーションとつながることによってですね、学んだスキルを使って皆さんの内側にある思い、これを表現し始めた時に、初めてスキルというのは皆さんの血や肉になります。人生を変えてくれる強力な皆さんの一部になります。エモーションとつながらない状態だとですね、いくら学んでも、ね、いくらノウハウを仕入れても、ただ道具、武器を集めて持ってるだけに過ぎないですね。逆に言うと、じゃあこのイラスト絵画、イラスト思考のスキルを学ぶことによって、皆さんは自分の中にどんなエモーションがあるんだろうと、自分は何を伝えたいんだろう、何を表現して実現したいんだろう、そういうものにですね、アクセスできるようになります。これは楽しく描いてるうちに自然と湧き上がってきて、あ、これがやりたかったんだと、こういうことができるんじゃないかなというのがどんどん溢れ出てくるんですね。それはもう右脳と左脳両方つなげて思考し続ける、行動し続けることによって溢れ出してくるものです。
ね、その皆さんの一人一人の中にある可能性の扉を開いてくれる。これがですね、描く力と伝える力と一緒に作り出す力です、ね、スキルを学ぶことによって皆さんの中のエモーションが目覚めてですね、でそれを見える化しながら、人に伝えながら、一緒に作り出しながら、ね、皆さんがこれから未来に作り出していきたい新しい事業、ね、ビジネス、社会課題の解決、自分らしく活躍してですね、で周りの人と一緒にハッピーになっていく、そういう未来を作るための技術としてですね、この絵を使った見える化コミュニケーションというのは本当に皆さんの未来をより輝かせる武器になりますので、ぜひですね一緒に学んで実践できるのを楽しみにしております。ありがとうございました。